和紙と下町探偵団源さんです。中島線を歩く最終回になるかな。中島貨物駅からちょっと最後ちょろちょろっといろいろ見て歩くのだ。もう洒落たマンションだね。ここをちょっと上がってみるかな。上がった方がいろいろ分かりやすいだろう。登ろう。暑いな。登りたくないな。よいしょ、暮らしょ。ここら辺だね。こっちは終点だから見えるかな。見える？まあ右が確かね京王線かな。左が中島線の駅だと思ったな。逆かな。まあとりあえずこのちょっとここから分かりづらいね。まだね、このさらに左側に大通りがあって JR が、あ、 JR じゃなくて地下鉄がの車庫があって、この端っこをちょっと使ってる、借りてるみたいな感じだよね。でこっちは川なんだけど、実はねこの川の向こう側から見るとね結構割と全貌が見えるっぽいんで、ちょっと川の向こうに行ってみようかと思って、あそこら辺がね橋渡ってすぐかと思ったけど結構歩いてしまった。多分ここからだとなんとなく見えるはずだ。ここは、あ、でもこっちは行かれないんだね。あそこも通るなんじゃ。まあ雰囲気的には多分あれがさっきの電車を上げたり下ろしたりするとこで、バスでバス会社で、ずっとこの後ろがまあよく見えないが倉庫になってるけど、多分この倉庫の裏は地下鉄が止まってる。で、あの白いなんか機械が電車を修理じゃないんだよな、なんか電車を向き変えたり詳しいことは俺分かんないんだけど、なんか電車に関する機械だよ電車をどうにかするんだよ。まあこれを全部ひっくるめてじゃないか、この一部が越中島貨物駅。この橋ほんと便利。川も越えて線路も越えてひとっ飛び越えられるからね、便利な橋だな。ここ今通ったの何線だ。まあいいや、まあ、便利なんだけどなんか変な形してるよね。前も説明したような気がするけど、だってさこの橋とこの斜めの変な橋、この橋2つで1セットだからね。変な形でも町の人には本当に便利って助かってんじゃないの。さてですね、次はどこへ行くかというと、いよいよ中島線の旅も終わりってことで終点に行きます。
見えてきたね。向こう右の方からずっと来た、ね、亀戸というか小岩の方からずっと来た中島線がここでいよいよ終わりです。でここに石が立ってからね、もうこの先は行かれないよってことだね、うん。ただよく見てください。ほらここものっぱらがあるでしょ。のっぱらがあるってことはこの先に一応計画があったんだよ。計画じゃないか、昔あったんだ。だから晴海とか豊洲行くにはここをまっすぐ行って、で線路があって豊洲の町まで行くと。豊洲とね晴海はね使う用途が違ってたらしいよ。晴海はね、なんだっけな、セメントとか人が乗るのかな。で豊洲へ行く電車は鉄鋼だったかな、なんかそんなようなこと聞いたな。はい、ここまで来てるってことだね。保有地なんだ、都が持ってんだ。ほらここなんかもう完璧に電車が通りそうな道だよね。でこれで終わりかと思いきや、ほら見えるのかまあね、晴海とかね豊洲までつながってるからね、線路はなくなってもなんだろう、苔むしてるけど一応跡は残ってる。まあ、渡ることもないんだけど、渡って向こう側来ました。さっきのあれね、あっち側。で、渡って、こっち。なんか、こんだけの土地もったいないとか思っちゃうけどね、足なんか。でも、ここをずっと電車が通ってたんだね、昔ね。とりあえずこれで一旦終わりなんだけど、最後にでもちょっと越中島線の豊洲線と、豊洲線って言わないのかな、深川線かな、深川線と晴海線のちょっとそれらしき象徴するようなものがちょっと残ってるんで、それをちょっとばかし見せてそれで終わりにしよう。うん、豊洲まで来たのだ。マンションとマンションの間の一本道、この一本道の手前に川があって、ほらここに何かがあった形跡があるよね。まあ形状から見てここに橋がかかってたと思うのは普通だろうね、うん。まあここに橋がかかってて、このちょっとずれてるけどここをずっと通って何が通ってたのかね。なんか中途半端に一箇所だけなんだけど線路が残ってる。まあ越中島線っていうことかな。なんで中途半端にここだけ残したんだろうね。ここから先はまたないんだよ。モニュメントってことかな。うん、最後はこっち行くと晴海、晴海へ行く晴海橋。春の海と書いた晴海っていうものだって。でその横にある晴海鉄道橋っていうのかな、これは。まあ、そう書いてあるからそうだろうな。晴海鉄道橋。ここまで入れるね。ここを、線路はまあ、これ一応終わってんだけど、こっから先、晴海まで行く線路。まだ生きてんのかな、サビだらけだけどね。
修復すれば治るのかな。でもなんかこの橋なんか貴重だから活用できるようにもう一回なんか検討するみたいなことどっかで誰かが言ってた気がするな、うん、そういえば関連して地下鉄8号線は明治通りじゃなくて四つ目通りを通って晴海からずっと北に上がっていくっていう計画がほぼなんか決まりみたいな感じにはなってるけどね。でこの間言ってた誰か誰かってね、あの誰かって言い方変だな、テレビで偉い人が言ってた。ああ本当だ、そういい感じだね。まあとりあえずこれが中島線の名残の最後、新しい橋が、提供できる最後です。結局電車には一回も会えなかったな、残念だな。まあいいか、またいつかあるよ。ということで長いこと、一緒にじゃないか、一人でか一緒にかかんないけど、見ていただきありがとうございました。そして心筋線いいねの皆さん、いろいろ参考にさせていただきました、ありがとうございました。中島線の旅、これにて終了。これでいいのだ。